視点を変える力岡田さんをはじめ面白いと思える人の共通点として高い視点や独特の認知力があると思っていますこういう認知力や視点を変える力を鍛えるためにはどのような方法が有効だと思いますか個人人的には面白いと思った人の著書やブログなど その人の制作物を古いものから新しいものまでなるべく全部見ることでその人の視点がちょっとはインストールされるような気がしています最新刊の初めにで方法論を否定して考え方の大事さを説いていたので恐縮なんですが考え方を得るための方法論を教えてくださいよろしくお願いします独自のね視点を持つっていうのは本当はね時間がかかるんですけどもまあ こういうふうにせっかく聞かれたんですからですね、簡単な方法を1個を紹介しています。それは何かっていうと、ロックさんの中に偏見っていうのがあると思うんですね。誰の心の中にも偏見があります。例えば、日本人は韓国人より上だとかですね、まああの中国人は劣ってるとかです、ね、何でもいいです。男は女より優れてるとか、女は男より優れてる、何でもいいです。ネットやる奴は偉くて、ネットできない奴は情弱でバカだでもいいですし、 金を持っている奴が偉いでも何でもいいですそれをそういうのも偏見というふうに言いますこの偏見をですね合理化してみるんですよ変な言い方になりますけれども本来知性とかですね理性というのはこのような偏見を相対化するためなんですね相対化っていうのは何かっていうといろんな視点から光を当てて自分が持っている偏見を徐々に徐々に溶かしてなくしていくことが相対化なんですけれどもところがですね 相対化ををししてて知性性上げてしまううと、その人の人見識には独自性がなくなくっちゃうんですね。つまり頭がいいやつのサークルに行くとそうだねそうだねって大体終わっちゃうんですよ。なのでその視点を変える力っていうのを質問でどうやれば自分独自の視点を持つのかっていうとその自分が持っている偏見の中で特に このの自分の中ででは動かかないとかです、ね、あこれはもう俺の中で固定されてるなと思ったらですねあえてそれをもう溶かさずにいわゆる相対化せずに合理化するとその合理化っていうのは何かっていうとででいいんですよ。もう他人から見たら何言ってんだとか単なるへ理屈だみたいなもんなんでしょうけどそのへ理屈を無理して組んでいくことが独自の視点になるんですね。もちろんそれは偏見にしし、か過ぎないし その偏見をただ単にへりくつで合理化したものにすぎないから弱いもんですよ。でも自分のねその長所とか独自の視点っていうのが強いものである必要はないんですよね。例えば 何が何んて言おうと俺はお母さんが作った卵焼きが一番おいしいんだっていうのは合理化しちゃえば全く理屈も何にも通ってないんですそれは世界中の卵焼きをお前食べ比べたのかとかそれは感情的なものが入ってるんじゃないかというふうに言われちゃうんだけどもでも合理化では絶対になんだろうな説得できないも中心角があるじゃないですか。じゃあそのののの次に、なんでで俺の母親の卵焼きはううまいのかっていか無理くりんでも、 理論化すすることがですね自分の視点を作ることになるんですね。視点っていうのは言っちゃえば自分の中の偏見とか差別とかそういうふうなものがある程度合理化して結晶化して人の心を動かす程度のものっていうのを僕は視点というふうに呼んでるんですけどもそれは徹底的に合理的だったりなんかフラットな知性平面な知性いわゆる不偏不当の ジャーナリズム的な視点からは生ままれなないいと思います。なのであの本当に僕はあの独自の視点を持つのは何年も何年もかかるしそれは僕自分のスマートノートとかいろんな著作の中でこういうふうにするしかないよって書いてるんですけどもて手っ取り早く一つだけ方法論を上げろっていうふうに言われたら割と危険かもしれないんですけども自分の中の偏見ですよね。偏見とかあと差別感みたいなものを、